こんにちは、カニコタスターカニです。さあ今日はですね、久々に私の最近の毎日メイクナチュラルバージョンをお届けしたいと思います。それでは今日も行きましょう。カニの女子力動画スタートです。では早速やっていきたいと思います。まず使っているのがこちら、イブサンローランのトップシークレットモイスチャーエクラのジェル状乳液です。これは顔全体に塗っていきます。これはベースの前に塗る72時間保湿してくれるジェル状乳液というものですね。でめちゃくちゃ保湿してくれるんですけど、皮脂吸着成分とかも入ってるのでベタつきも気にならなくて化粧崩れもしなくなるのですごくおすすめです。そして下地はポーランド上のプロテクティングファンデーションプライマーの S01 番です。これも全体に塗っていきます。まだねやっぱ日差しも強いので、こちらの日焼け止め成分が入っている方を最近は使っています。ファンデーションはナーズのクッションファンデ使っていきます。顔の中心の気になる部分だけカバーしていきます。普段はイブサンローランのファンデーション使ってるんですけど、ナチュラルメイクの時はもう簡単にクッションファンデで終わらせています。コンシーラーはいつも通りザ・セムのジップコンシーラーの01番です。いつも通り目の下のクマと小鼻の横の赤みカバーしていきます。まあ、コンシーラーは最近もやっぱザーセムかあとナーズかどっちか使ってるっていった感じですね。そしてハイライトはキャンメイクのクリームハイライターの03番を使っていきます。鼻筋と頬の高い位置、目頭と顎に塗っていきます。そしてベースメイクの最後はメイクアップフォーエバーの HD ハイディフィニッションパウダーしていきます。蓋を開けてブラシにつけて手の甲でちょっとだけ落として全体に塗っていきます。最近ねこのおでこの生え際にパウダーを結構たっぷりめにのせて前髪が崩れてくるのを防止しています。このメイクアップフォーエバーのパウダーは皮脂吸着効果がすごい高いような気がしてるのでサラサラにもなるし、本当にこの辺に塗るとね前髪のベタつき防止になるのでおすすめです。でシェーディングはお気に入りでも紹介したセザンヌのミックスカラーチークの20番です。フェイスラインと頬骨に沿って数字の3を描くようなイメージでのせていきます。このセザンヌのねシェーディングはすごい肌なじみもいいカラーなのでめちゃくちゃ使いやすいです。眉毛はケイトのデザイニングアイブロウ 3D の EXO ライトブラウン系です。ここの2色を混ぜて自然に描いていきます。でパウダーで全体が描けたら、ケイトのアイブロウペンシル BR4 番で足りない部分描き足していきます。前まではペンシルで描いてからパウダーっていう感じだったんですけど、最近はある程度パウダーで埋めてからペンシルみたいな感じでやってますね。そっちの方がなんか描きやすいような気が最近はしています。本当にもう一回ねちょっと眉毛サロン行ってくるわ、もうわからへん。そしたらアイメイクですね。まずは資生堂のビューラーでまつげ上げていきます。シャドウはクイアのシングルシャドウの G の10番をまず指に取ってまぶた全体にのせていきます。そして筆に切り替えて涙袋にものせていきます。そしたら続いてインテグレートのワイドルックアイズの BE272 番の上のカラーを筆に取ります。二重幅より少し広めにのせていきます。そして下まぶたの際の目尻半分にも塗っていきます。でアイラインはですねラブライナーのペンシルライナーのアッシュブラウンのカラー塗っていきます。黒目の上ぐらいからこう際に目の形に沿って引いていきます。で目尻はこう目を開けたままちょっと延長させるような感じで、でその後まつげとまつげの間を埋めていきます。でマスカラは安定のヒロインメイクのボリューム&カールマスカラのアドバンストフィルムの02番使っていきます。なんか最近このマスカラだいぶ使い込んできてあんまりつかなくなってきたんですよ。でもそれがねナチュラルメイクの時にすごく逆に良くてこうふさふさな地まつげ感が出せてお気に入りです。はい、アイメイクはこんな感じです。でチークは安定のアディクションのザブラッシュの023番で、最近はねこの頬の高い部分のちょっと下あたりのこの辺にこう楕円形にのせています。その方が顔のバランス取れて引き締まるような感じがして、私ここが長いからさ、でも若干こう斜めに入れる感じですね。そして最後リップですね。リップはこちらスイーツのリップ&チークティントオイルの02番です。こういった感じのカラーになります。2回塗りぐら
対して割とぽってりな感じに塗っていきます。色味がコーラル系ですごくナチュラルで可愛いんですよね。はい、ということで最近やっているナチュラルメイクが完成しました。そう、最近はなんか秋コスメとか気になってるか買ったりするんですけど、普段のナチュラルメイクとかはこう昔からよく使ってるなとか前からよく使ってるよねっていうようなコスメをこう出してきて、もう一回使ってやっぱりいいなって思ったりしてまた気に入ってポーチの中に入れたりして使ってますね。そう、だいぶナチュラルで色味とかもだいぶいつもより抑えめだし、マスカラとかアイラインとかも本当に明るい系のブラウンで、すごい色素薄系でナチュラルやるようにしています。最近こう NMB はツアー中なので割と濃いメイクすること多いんですけど、だからその反動で余計普段の、 コンサートとかそれ以外のお仕事とかは結構ナチュラルな感じで、こんな感じでお送りしているといった感じですかね。そう、でも握手会とかでもこういうメイクしてると男性ファンの方の受けがすごく良くて、今日可愛いわかりみたいな感じで言ってくださるので、やっぱナチュラルな方がね男性的にはいいのかなと思って、そう、私の気持ち的にもまあ22歳になって落ち着き始めたのか、結構こういうメイクを好んでやるようになってきてますね。まあ、リップとか本当に今でもやっぱり言っても青みピンクとかすごい好きなんですけど、馴染みのいいこう薄い色のリップとかも最近は使いたいなって思うし、私も大人になっていくのかななんて実感してる大人になっていくかどうか分かんないんですけど、そんな感じで最近はやってますね。はい、というような感じで私の最近の毎日メイクナチュラルバージョンをお届けしたんですが、皆さんいかがだったでしょうか。このメイク良かったなって思う方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。そしてよかったらこのメイクを真似してみてください。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりことしたあかりでした。バイバーイ。What?